はい、どうも44です。今日はね、話題のゲームゴースト・オブ・ツシマをね、待ちに待ったゴースト・オブ・ツシマやっていきたいと思います。蒙古国が対馬に襲来した。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ対馬の勇士、我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいる。よこれはね、一応蒙古襲来の時代のね、話を再現したものらしいんですけどね。いやいいっすね、久々にこういうゲームやる。よく聞け、腕に覚えのものあらばいでよ。なだチム2だ。我こそは足立春信、かの足立義信が五代の末裔なり。叫ぶよ。さあかかれ、島を守れ、かかれ。え、もしかして操作するのこれ。ん、操作してないよね俺。え、操作してんの俺これ。操作してるやん。近くで攻撃、ほら。おら、全然わからんけど、おら落ちた。合ってんのか俺、合ってんの操作。俺操作すんのこれ。俺操作すんの。は。意外と動き早い。各々ついてまいれ。仲間を救い、敵を蹴散らすぞ。おお、子供の新手だ。切り捨て。ちょっとやり方教える。四角だけ。おらー、これ味方か。おらー、おらー、おい、どれが敵だ。お前か。
どれが敵だ。オーラね、L1 を押して防御。おい痛い。ほら、なんかもっと技を教えてくれ。痛い。お前まだ生きてたのか。死ね。もうジャンプできた。まだ生きてんのこいつ。いや味方が全然いなくなってる。死んでまった。味方がいっぱい。敵将を見つけ出し撃ち取るのみ。おげえ、やってやろうじゃないか。新技を教えてくれ。馬がボスに隠れる。来たぞ。あれが敵将。おっしゃ。確保できています。ここで決着をつけるぞ。任しとけ。うわ、一瞬でやられた。隠れてやればいい。名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ。我に下るか。丸を押す。
うん、操作するのか。調べる R2。 誰かが俺を見てくれた。調べる食料のみ。ここを離れねば。なんか隠し物がないか気になっちゃうよね。あ、いた、食らった炎炎食らった。ダーとか言って隙間を通る。誰かが俺をかくまってくれた。そのものが立ち、太刀を探せ。おいて、何？敵見つかったらダメなの？小さな足跡、女子か。普通にまっすぐ行けよかったのか。調べる。誰が歯を研いでおった？武士か。家から出る。太刀はあったんか。言うなってんだ。タチが欲しいならついといて。どれほど寝ていた？数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。持ってくもんはないかも。大丈夫かも。出てL1 バツで窓から出る。そんな難しい操作なの？
R2 でも。ユナ、待て。めっちゃ気安く呼ぶじゃん、ユナとか言って。あんたが堺人か。地頭の老いの。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。兼太の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。全然出れないんだけど。待って。キヒエド、武装しておる。島中、駆け回ってるよ。みんな奴隷にされたり、カルスに変わって。よし。どこ？アンペイだ。屋根に登るしかない。どうやって登るの？ L1 バツで上がる。難しいんだけど、そうそう。いちいち。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと？怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。んどこ行った。体じゃ心もとない。使えそうなものをもらっといな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。なんかないか。他に何かないか。他になんかないか。ないな。他になんかないか。こっちだよ。そっちか。もうなんもないか。大丈夫か。え、ちょっと待って。アルボ、これ敵か。おい、敵かよ。ちょしし。敵かよ。味方かと思ったけど。味方と思ったんだけど。勘弁してよ。どっち行ったか分からんし。どっち行ったの、あいつ。どこ行った？
あれ？ちょっとわからないんだけど。いるか。まずいね。もうこれ見つかった。こいつ味方？ちょっとわからん。俺が調べよう。立ちさえあれば。家の中に隠したのかもね。どこかにあるはず。よし、ゲットじゃ。我が名は酒井仁、地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、おじゆえ。そうか。稽古の成果を見せてみよう。わしを追ってみるの。はい、おじゆえ。ほら、ほら、いて。さあ、撃ってこい。うい、うい、うい。わしに当ててみよう。うい、うい、当たってるぞ、おじゆえ。近くに来い。投げ、これ長押し。おじいは弱いじゃないか。よろしい。さように戦えれば、あざをつけられることもなかったな。胸を押さえてて、おじいは。疲れたんです。ためらうことなく汚い手を使う敵が、とどめを刺しに戻ってきたとしよう。いかにして身を守る。そやつの目に砂を浴びせ、鼻を折ります。それから、めった打ちにしてやりましょう。それは誇りのない安き勝利だ。武士たるもの、敵が卑劣であろうと、そやつの道理を聞き入れず、己の義を貫け。忘れてはならぬぞ。はい、おじ上。ではわしの防御を崩せ。酒井仁が勇ある武士だと示してみよう。三角で防御を崩す。まるで連打。え、どういうこと？四角で連打。防御を崩し、素早く打ち込め。ほら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 。はっはっ。三角で防御を敵をひるませ、直撃で仕留めろ。ほらほらほら、三角で防御を崩してる。はっ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 、こうか。はっ、強撃で敵をひるませ、直撃で仕留めろ。はっ、ほら、おじ上、おじう死んでま。やめよ。高三だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったらわしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。はい、手心を期するでないぞ。よく防いだな。当たり前でしょ。良い構えだ。来い。どうだおじう、休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。どうだおじい。痛みに耐えてみせよ。ね、回復。よし。え、これが体力。これが気力。気力を消費すれば回復したり、技を繰り出したりする。敵を倒すか、受け流しが成功すると気力が回復すると。では受け流しを教えよ。わしの動きをしかと見てよ。はい、
打ち込まれたらすかさず防げ。え？覚えが早いぞ。遅れてる。撃たれる寸前に受け流すのだ。はい。難しい。焦ってはならん。おい、どうだ、おじ上。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか？お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは、槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。え、丸L？よし、その息だ。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。はい。うまく避けた。ついた後の隙を見逃すな。よい切り返しだ。わしがついたら避けるのだ。ほら、難しいぞ。いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導、痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか？あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有言を決めるとする。ではタコにしましょう。ほら、陣。手を上げたな。弱いな、おじ上。飯の前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか？主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは？それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか？行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。アフナテルサムライ。来たか。ちょっと刀以外になんかなかったアイテム。瞬殺だぜお前なんて。まだ。はい。見つけたんだね。馬はどこにおる？馬屋にいるかも。来て。待って、何かアイテムはないか。ちょっと待って。何かアイテムはないか。あ、そっちじゃない。ないよね。ないよね。うい。騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ？燃えてる家の裏手さ。おいで。はい。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか？
道理に背くつもりはないぞ。来い、鬼畜ども。何？いて。やべ、回復しよう。やばいやばいやばい。死ぬ死ぬ死ぬ。気力は足りない距離だ。近いな。助ける気じゃないだろうね。もう隠れんたちも取り返した。ちょっと気力は足りないんだけど、助けてよ。プルプルいってんだけど俺のコントローラーが。でどうすんだっけ。え、どうすんだっけ。行くんか。物語エリアはどこなの。まさか助けるんじゃないでしょうねって。どれのこと。こっち。万兵だ。一人も逃がすでない。ん、これ死ね。って死んじゃった死んじゃったやばいやばいやばい。助けて。おいむすいんだけど。来い鬼畜ども。こっから。万兵だ。一人も逃がすでない。てい。わかったわかった。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。来んのかい。馬屋はすぐそこだよ。ユナどこ行った。これか。何何戦うの。はっ。お前へ急ごう。はい。お前はどこ。こやつらは群馬浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい。うん。馬を選べ。そうですね、黒いのがいいよね、やっぱり。白馬、よし、こいつだ。黒い馬が旅のお供になります。はい。どうどう。似合ってる。名をつけねばな。何これ。名をつけねばな。影でしょ。影。世を守る闇。影でよろしいですか。今後名前の変更はできません。はい、行くぞ影。
大丈夫。金田の木。地頭は城の中だね。